あの歌聞いたさあ次はだったらその歌当てましょう楽しいことや辛いこと嬉しいことや悲しいことそんないろんな出来事に歌を絡ませ語りますだったらその歌当てましょう小川さんとこのお家はいかがですかえりこさんがちょっと体壊してしんどいな風かな、はいうん、インフルエンザかな、はい、と思った人青ちゃんご主人は 大丈夫かいってこう言ってくれあるね。それは言ってくれますね。うん、はい。ちゃんと医者行けよとか。はい。車で送ってくれ送って、うん、そうですね。<ー>待ち時間もずっと車の中で本読みながら待ってくれたり出してくれます。すおお、関心なご主人に。はい、もう主人だけです自分の自慢。そうですか。<laughs> <laughs> させさせまあ,あうちももうあのちょっと調子が悪いだ私あの仲のいいお医者さんがおられますて、ね、いいですよね、あもうその先生とこへ。うん 花田さんとか行けってう言うんですけどえー、まあ心配奥様お体調子悪くされた時にさあご主人はどんな言葉をかけてくれるどんなことをしてくれるというような話題でございます、はあ、キーワードは「心配」にさせていただきます。えー、今日はは、うん、まずこの曲は若いと誰もが心配するけれど 愛があるから大丈夫そんな「心配」という言葉が入っておりますのでおなじみのヒット曲小柳ルミ子さんで「瀬戸の花嫁」お聴きいただきましょう小柳美子さんののおなじみの曲でございましたつい先日の毎日新聞に「新・心のサプリ」というコーナーがございまして診療内科医の海原淳子先生がこんな記事を書きです。寄婚の 男性に質問です結婚されている男性に質問ですあなたの妻がちょっと体調が悪いから病院に行ってくるあるいは調子が悪くて病院に行ったら休むように指示されたと言ったらどんな言葉をかけますか大丈夫か一人で病院に行けるかお宅こんな感じですねそうですねあ<ー>ちょっと自転車無理言ったら車出してくれますもんねそうですか、はい、あるいは私にできることある どの,どのくらいでよくなるのかな、うん、などと言葉をかけられればあなたは夫としてとてもいいパートナーだー残念ながらこうした対応ができる男性はごくわずかのようであるあおちゃん希少価値すごくいい旦那さんですよそうですか何気なく言ってくれてるんや思ってましたけどあ, <laughs> あの大概男性下心つまりかみさん寝込んだら、うん メシ、ね、取らない洗濯機でどこ押したら回るねんとか <laughs> それやっぱ心配になりますかね多くの場合は<っ>妻がは具合が悪いと口にしても「ふーん」なんー「おおそう」という反応しかできないものらしいあそうですのというのは調子を崩してしまった女性たちから常々うちの夫は私が具合が悪くても全く共感してくれない何を言っても「うん」「うんざりして悲しくなる」ふーん えー、風邪でも引いて寝ている妻に「僕の食事は自分で作るから心配しなくていいよ」「食事はどうなんですか?」「食事はね、ええ、まあ買ってきてくれたりしますわ」あ「ああもう手を煩わせないで自分の分もちろん自分の分だけじゃなくて私の分、うん、あの温めるだけであのうどんができる<ー>鍋焼きうどんセットとかねもう十二分に優しいですねや、はい、もうすごいチャンスですねあとあの <laughs> 旦那さんに対するこの気持ちが伝わるね」 がんセンターでボランティアをしている女性が「男性はセンターで初めて受診するとき妻と一緒のことが多いけれど女性は一人で受診してくる人が多いんです」と話をしていたのを思い出したする仕事の関係で付き添えないということもあるだろうが男性は妻の病気を受け入れられないことが多いのではないだろうか神様はもうずっと元気だそうあってほしいという。 た心と言いますかね<ー>うん妻が体調を崩してもふんという反応しかできなくなってしまう。うん、でこの海原純子先生は、うん「夫が心配して声をかけてくれない」と嘆く女性たちに「男性たちは体調を崩した妻が受け入れられず当惑して 困り果ててどう言葉を発していいかわからないことが多いようだとまあ伝えることにしているまあすべてのご主人お宅のようにすべてのご主人がそうじゃないですよでも皆さんは悪気があるとかいうわけじゃなくて、ええ、困りはるんでしょうな困るんですよねうん、うん、でどう答えていいのか、うん、妙に優しすぎるのもね <laughs> 優しすぎる てくれあったら、うん、野村さんはちなみにどんなにしますか、うん、その原田さんとこ行きもう医者さんしか頼ることないじゃないですかうんうん、うん、今,今までお幸いにもそのよほどそのご飯ができないような作れないような状態にもなったことがないしあ<ー>まあ僕は一人で会食して帰るケースもなくはないなるほどえええええええ、うんうん、極力、うん 手を、ね、煩わせないようにしてるんですけど家帰ったらそらっちゃうわ」って言われるかもしれませんけれど <laughs>、えー「昔は男の子はお勉強とスポーツだけすればいいのよ」という子育てがもしかして昔からあって、えー、それが少し残っているのかなというこんな記事でございます、えー、何人かの男性諸子殿方にとってはちくりと痛い耳の痛い話かもしれませんですが。 まあでも心配してあるんですねそりゃそうですよ。皆さん心配してあるんですお。お声をどうやってかけたいのかわからへんよ、ね、そ,その辺にんどう言ったらいいのか戸惑っているだけのことでございます、うん、みんな心配しているんですさあ心配と言いますと<配>こんな曲がございます、えー、ああらもうこれは先生すいません <laughs> 村松先生ありがとうございますはいえー、ということで、えー もうこれ以上親切にすると。はい、飽きませんので。<laughs> <laughs> あ飽き,ま飽きませんので。飽きません。のでと言われますので。はい、では、ここで締めくくりたいと思いまして、<laughs> 皆さんのご応募お待ちしております。はい、ひらめいたとおっしゃる方、メールかファックスでお送りください。メールは。のむら。アットマーク。オービーシー。一三一四ドットシーオードットジェーピー。 n. O. M. U. R. A. アットマーク O. B. C.。一三一四ドットシードットジェファックスは零六六五七七。 零三零一までお寄せください。正解された方の中から三千円分のクオカードをお一人にプレゼント。答え合わせは七時五分頃ですえ。このコーナーは YouTube ラジオ大阪チャンネルでも配信中です。そちらの方でもお楽しみください。はい、締め切りは七時でございます。皆さんご相談の上、お一人の方はじっくりお考えいただいて、とにもかくにもご応募してください。お待ちしております。